雪のため去年の12月から通行止めとなっていた奥日光と群馬県をつなぐ国道120号根性道路がきょう開通しました日光市の湯本と群馬県片品村を結ぶ国道120号根性道路は雪の影響で去年12月25日から17.6キロの区間が通行止めになっていました

栃木県側で行われた式典では正午と同時に日光市の職員や地元の観光業者などがテープカットを行いました続いて湯本温泉旅館協同組合のおかみさんたちが先頭から50代までのドライバーに記念品を手渡しました除雪を担当した建設会社によりますと今年は多いところで6メートルの雪が積もったということで1ヶ月ほど前から除雪や道路の清掃を行ってきました 春の観光シーズンを迎える中、ドライバーたちは青空の下、混成道路を走り抜けてきました。お客さんね、あのやはりこの開通を契機にですね、あの多くのお客さんがこの奥日光を訪れることを期待しているところでございます。 安全にね、まあ、気をつけていただいて、あのー、景色をですね、あのー、ご覧になっていただければと思いますので、安全に気をつけて通っていただければと思います。